がやめさせたがるですよね。試合をしなくなることはあったとしても、やめることはないですから、みんな舐めてるんですよね。現在のコンディションいかがでしょうか。いや、コンディション別に特に試合に向けた練習も無理してないので、変わらず元気です。はい、ありがとうございます。約11ヶ月ぶりとなる復帰戦になりますが、グラップリングマッチになった心境はいかがでしょうか。そうですね、単純に干されてたというか使われてなかっただけですから、別に何だろうね、もう試合はずっとできたコンディションなんで、特に心境って言われると、なんかね、こうみんな辞めさせたがるですよね最近。はい、辞めさせたがるんで、そういうことかなと思ってますけど。はい、ありがとうございます。フライ級王者であるマイキー娘選手が対戦相手となったことについてはいかがでしょうか。そうですね、やっぱりこう売りたいんだなっていうのは感じますし、でなんかそれに対して別に寂しい気持ちはあったりするけど、別に惨めだとは思わないし、来た球をちゃんと打ち返したいなと思ってますけどね。はい、バックパネルに40歳窓際の意地と大々的に書かれてますけど、ありがたいですね。はい、まあこういったキャッチコピーだったり見られ方をされているってことについては、率直にどんな心境ですか。そうですね、まあそういうことだと思うんですよね。別にやめるというか、まあ、最後が見えてきてるというか、最後にさせたいようなことだと思いますけど、試合をしなくなることはあったとしても、やめることはないですから。はい、特に今自分が置かれている状況を悲観することはないですね。はい、窓際っていう部分に関しては、はい、相手さんはその格闘技界の窓際だっていう自覚はあったりするんですか。窓際というか、もう多分ね、こう僕らの世代ってもうあんまり必要とされてないというか、退社されていくことは確かで、ただこう、まあ、僕の場合はこうまた違った島というか、違った土俵を作ってるからこそ生き残れてるところではあるんですけど、まあでも年取ってくるとこういうマッチアップが増えてきますし、だからみんな辞めるんだと思いますよ。自分が主軸で組まれないマッチメイクをやられるから辞めるんだと思います。はい、青木さんの場合、その自分が主軸じゃないマッチアップっていうのは、その他の選手はそれが嫌でというか苦痛で辞めていく選手も多いと思うんですけど、はいはい、その辺はどういうふうに向き合ってますか。そこは僕は僕の主軸に変えられると思ってますから、あくまで俺の世界の中では、はい、変えられると思ってるんで。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。世間的に40歳ってさまざまな捉え方があると思うんですけれども、青木さんにとっての40歳っていうのはどういうものでしょうか。僕にとっての40歳はですね、現役最後をささやかれるってアナウンサーに言われることじゃないですかね。この前の、はい、誰が言ったんだって思ったんですけど、やっぱ最近思うんだけど、ああいうアナウンサーとかも、まあ、ああいう、まあ、言ったらよかったじゃないですか。言ったらそのよかったが、言葉を使う仕事してて、まあ、文章書く人もそうですけど、表に出るやつも、一つのその自分が出す表現によってこうその選手を生かすも殺すも、そいつの人生というか、そいつの生きてやってることを背負う器というか覚悟みたいなのがないんだよね。だから俺はムカついてるんですよ。じゃあお前そこ来て、ここ来て、会見場来て、水でもぶちかけられる根性あるかって言ったらないわけじゃん。だからなんか言葉扱う仕事してて、なんか文章書いたりとか世の中出る前出る仕事してて、適当なことを言って
あのまたノーノーと喋るのかって、うん、だったらあの俺の前出てこいって思いますよね、はい、もっと核を持ってそれ言うなら言え言うのもそうだし書くのもそうだし、あのみんな舐めてるんですよね。で俺らも良くなくて、やっぱり俺たちも何か言われてもニヤってしちゃうじゃないですか。やっぱ僕はやっぱそう思ってないから、あのお前らがやるんだったら俺はお前ら殺す気でやるっていう気持ちでやってますから、全てのことに対して、うん、だから、まあ、40歳になりましたけど舐められたくないですね、はい、ありがとうございます。まあ、40歳になられて、まあ、怖さも当然あるというふうにおっしゃっていたんですけれども、改めてそういった中でどういったモチベーションというか支えになっているものというものがあったらお伺いしたいんですけれども。いや支えがないからやってんじゃないですかね、40歳になって、はい、支えがないからやってんだと思いますよ。あのこれしかやることないですから、なんか他にもっと充実してたりとか他になんか欠けるものがあったらあの他のことやってんだと思います。何もないから仕方なくやってますね、はい、ありがとうございます。